まさきです。今日はサイパンへゆきさんに来ていただいてます。それでは今日は日本とサイパン、旦那さんがパラオの方ということで、パラオの育児の違いだったりとか、そういうところにちょっと聞いてみたいなというふうに思います。サイパンと日本の育児の違いだったりとか、パラオと日本の育児の違い、もしくはそのパラオとサイパンの育児の違いとかって何だったりするんですか？ノーってことは全然ない。ノーっていうのがない。すごく自由で、日本は例えば日本に子供を連れて帰ると気づくんですけど、はい、例えば電車の待ち方、誰が最初にエレベーターに乗るのかとか、はい、エスカレーターは右側は登っていく人用だとか、はいはいはい、そういう細かいルールが一切なくて、でも自由。あ、それはそのパラオでもサイパンでも。パラオでもサイパン。あ、だからなんでそうなの？必ず子供、こうじゃなきゃいけない、こうじゃない、こうしなきゃいけないってことを、私が周りを気遣ってとか感覚的にしなさいって言わなきゃいけないのに対して、すべてなんでって子供から夫から、それからおばあちゃんまで、パラオのおばあちゃんまで、普通ないんじゃないのみたいなことをいつも聞かれて。確かに日本ってあのエスカレーター、東京は左止まるんですけど、そうですね、大阪右止まるんですね。これも何でも分かんないしでもルールがありますよ。ルールありますね。それに気づかなかったんですよ、ずっと今まで。子供と帰るまで、子供がもうすごくうるさいんです、電車の中も。自分の話をだから大きい声で周りもシーンとしてるのに、うちの子だけすごく暴れるんで、英語でいつも Sit down! そうじゃないとあまりにも恥ずかしくって、そうするとシッと思っても、外国で住んでる、もしくはハーフだからわからないんだろうなって思ってもらいたい。え、こっちの方って例えばそのエスカレーターだったりもバーッと割り込んだりも普通ですか？割り込むっていうことがないですか？実は、うん、なんかペースがそもそも違うので、のんびりなんで、自分のやりたいように何でもできる。なるほど。それがこう日本はもうせかせかするし、ね、順番があれば並んで、こう、はい、電車もいい意味でもそのオンタイムで来てきっちりしてるからこそ、なんでこうなのっていうのがあるってことなんですね。はい、面白い。で、必ずもうノーはないんで、例えば危ないことも、まあ、うちの場合だけかもしれないんですけど、しかも男の子なんで、みんなもナタを持ってます。ナタ？ナタ、マイナタ。はい。それでココナッツなり、はい、木を切るなり、なんかこう物を収穫するなり、果物のためにみんなナタを一本ずつ持っていて、持てて振り回せる年齢であれば自由に使わせる。はい。それちなみに何歳ぐらいから持たせるんですか？まだちょっと覚えてない。多分4歳ぐらいの時に、一番下の子がに台風がすごく良かった台風なので、多分みんなでやっぱり物置がすべて片付けのために、その頃から恐ろしいじゃないですか、私なんて。なんかいいのかなと思いながらやらせるのも嫌なんだけれども、夫がいいと責任取る。見てないんですけど全然見てないんだけど見てない、見てないけど、でも責任取るからみたいな。やらせる。私はもう見てみないふりして、もっとすごいのかというと、屋根、うちの屋根に出てたりする。ああ、ま、あの平らなんですけどね、はいはいはい、もう三角形です。それ6歳の子供も普通に登ります？うん、毎日。そこからじゃないと上葉の木がの実が取れない。上葉の木の実が取れないからだから登らないといけない。なるほど。いくつ？なるほど。それも見てみないふりをして。ちなみにそのユキさんの中でこれだけはノーって言った時ってあるんですか？私はいつもノーなんですなるほど。私は常にノーで、多分必要以上にノーをっていうのも、やっぱり誰もノー言わなくて全て言うので、だから私だけがノー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 、ママはノーだだけど、欲しいものは全部買ってくれる。食べたいものをいくらでも食べさせてもらえる。飲みたいものは何でも飲ませてもらえる。ちなみにその
ノーを言わないこうイエスになる、そういう教育をすることでなんか こんな風な子供になっていってるなっていうなんか実感とかってのあります？でも日本の子に比べると毎年夏に日本の実家に帰るんですけど、その時に長めの滞在になるので、いわゆる体験入学させていて、地元の公立の小学校に帰ってきてすごく浮いてる感じです。あ、浮いてる。日本だと手の挙げ方、喋り方、人の名前の読み方、全てにさっきみたいなルールがあるのに感覚がないで、かといってうちの子もやっぱり動じないみたいで、そのもう言われてもある女の子にうちの子が呼び捨てをしてたんですね。例えばユキだったらこっちだと当然ちゃんをつけるわけです、さんをつけるわけでもないのでユキって呼び捨てになるので、その感覚で多分あのクラスの友達の名前呼んでいたら呼び捨てしないでやっぱり言われたけど、そうですね。でもなんかよくわかる、呼び捨てってどういう名前ってその言葉自体も知らないという感じです。すごくいい貴重な体験です。なるほど、面白い。なるほど、ありがとうございます。なんかすごいですね。こうまたね、こうもっともっとちょっとゆきさんには別の話も聞きたいなというふうに思ってます。今日は日本とサイパン、日本とパラオの育児の違いについて聞かせていただきました。ありがとうございました。皆さんぜひチャンネル登録とそしてグッドボタンお願いします。でまたインスタとフェイスブックもやってますので、ぜひ見ていただけたらなと思います。今日はありがとうございました。